どうもこんにちは、セナです。今回もゼノブレード3楽しく実況していきたいなと思っているわけなんですけれども、今回はエセルさんと一緒に、こちら画面下のびっくりマークのところに行き、物資強奪してバイバイララバイって感じかもしれないね。打撃音草生えるわ音と、こちらこの砂地獄、地獄あり、これ気をつけてください。抜けられません、ここ入ると。なんか人型歩いてるんだけど、敵軍か視察かな、気にしないで行こう。やっぱりエセルがいると心強いな。その言葉そっくり返させてもらうよ。ちょっと待って、エビがいるぞ。これエビか、いや鳥だ。エビ釣りしてるエビじゃなくてこれ鳥だ。あーちょっと待って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 、シッ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 、いけ遅れ。こっから降りるしかないか。頂上の裏には、あっ、いやー、ソフトランディング軟着陸できないものなのか。なんか洞窟あるね。そば？どうやって登るんだよ。こっち行けるってわけでもないしな。こんなに貴重なものが手に入ると。あ？あ、ちょっと待って、なんか滑り落ち、いけるか。あ、ちょっと、あ、危ない危ない。よし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 。しかし真夜中さんか、一回スキップトラベル使ってみようか。ただいま朝6時、もうそろそろ着きそうというか目の前にあります。とりあえずイベントが挟まるのかなっぽいね。なんかえらい人死んでるよな、やっぱり。おい、なんかやばいぞ。どうしよう。迷ってる暇はない、今すぐ助けに。はぁ、エセル。そうだノア、迷っている暇などない、一気に蹴散らすぞ。動きシンクロしてんの怖っ。本気で行く、覚悟しろ。嘘をつくして押し切る。本当にオーバーキルしてんの。え、もう敵はいないよ。何してんのこれ。もう敵はいませんよ。なんとか片付いたかな。残るは、エセル。今すぐ負傷者を連れて撤退しろ。早く行け。連れてってるか。今のはケベスの軍務長として間違っていたかな。いや、そもそもあんたたちはもう戦う必要なんてないんだ。正しいことをしたと思う。正しいと思った行動が必ず正しい結果につながるとは限らない。取り返しのつかない事態になることもある。それが戦いというものだ。ままならないものだな、エセル。すまない、つまらない話だったな。物資を回収した後コロニー4に帰還する。みんなもう少しだけ力を貸してくれ。医療用の物資があるといいけど。まだまさぐってないのか。でっかい宝箱だな。よし、やろう。本当にでかいな。わあ。よし、
急いでコロニー4に帰還するぞ。中身少なくない？モレアレスのやつもきっと心配しまくってるだろうしな。柵ジャンプして乗り越えられた。軍部長、軍部長、エセル軍部長、方々を探しましたぜ。一体どこにおられたんで。この人の喋り方いいよな。医療資材を調達してきた。お前から医療班に渡してやってくれ。そんな冷静になられてもでさ。はい、そして、いやいやいや、そうじゃなくてですね。心配をかけてすまなかったな。だがこれも皆のためだ。分かってくれ。お気持ちは分かりますがね。ひとまずご無事で何よりでした。二度も助けられてしまったな。改めて礼を言わせてくれ。ま、俺たちが勝手にやったことだ。気にしなさんな。そうだね。君たちの労に報いるためにも、今は負傷者の治療に尽力せねばな。行くぞ、ボレアリス。え、へい。エセル。だいぶエセルも薄汚れてきたな。どうしたノア。正しいと思った行動が必ず正しい結果につながるとは限らない。そう言ったよな。あんたほどの人が言うんだ。現実はその通りなのかもしれない。だけどあの時エセルは俺たちを救ってくれた。命がけで助けてくれた。あんたの行動のおかげで俺たちは今こうして生きている。正しい結果だって断言できる。それだけは間違いないはずだ。ノア、君は。そういえばあの時の礼ちゃんと言ってなかったよな。おっと、そうだったよな。ああ、白金のエセル、あなたの勇気ある行動に敬意と感謝を。見違えたな、三人とも。ならば私もその名に恥じぬ己であり続けよう。話やね。クエストクリア。義を見てセザルはクリアしました。みんなこれからよろしく頼む。マジ？また少し薄くなったかな。ちゃん、お風呂はもう入ったの？今日はいいかな。汗そんなかいてないし。入れる時に入んなきゃダメだよ。まあでもミオちゃんお風呂入らなくてもいい匂いするけど。そうなの？ひょっとして他の人たちのこと気にしてる？だったら大丈夫。エセルさんが気を使ってくれて他の人たちがいない時間帯設けてくれたんだ。あ、うん、それは知ってる。やっぱり入ってこようかな、お風呂。そうしなよ。うん、行ってくる。先に寝てて。わかった、ごゆっくり。おやすみ。うん、おやすみ、セナ。ええ子やセナちゃん、場が和むね。
瞬間移動でもするんか。土砂の撤去がもうすぐ完了するそう。これでリビ平原に出られる。コロニー4の公平は優秀だ。じゃコロニー4とはもうお別れだな。エセルたちにはよくしてもらったし、出ていく前に挨拶しておきたい。うん、私も。なら全員で執務室に行くか。ヒーローで加えたからっていうのもあるけど、エセルさんに会いに行くのにもう左下にいるんだけど。何なの、香ばしい匂いが。あれ？めっちゃ走ってたよ。どうしたんだい？食事にしないか。腹が減ってはというだろ。そろそろ出発だね。噛み合ってない。旅立つ前に聞いておきたい。君たちはなぜ共にいる？行きがかり上仕方なくってやつだ。それに問答無用で襲われるからな。今はなんとなくとしか言えないのかも。本当にそうか。そのようには見えないがな。ただこれだけは言える。俺たちは敵同士だったけれど、今を生きようとする思いは一緒だった。ウロボロスとなったことでそれに気づけたんだ。思いが一緒なら共にいる理由としては十分さ。そうか。誰もが好き好んで戦っているわけじゃない。ランツは仕方なくと言った。そう、今は誰もが仕方なくだ。そんなものはない方がいいに決まっている。仕方なくで始まった君たちの旅が今思いによってつながっているのなら、それは誰もが望んでいる世界の姿なのかもしれないな。世界の姿。エセルも旅支度？私はこれよりキャッスルへと向かう。え？私はここの軍務長だ。本国に反旗を翻したのでない以上、報告の義務はある。エセル、それは。安心しろ、君たちのことは話さん。違うんだ、あの失政官はメビウスになった。もしかしたら。君が言っていた化け物のことなら承知している。ならなぜ。それがコロニーを治める者の責務だからな。死生観のことは事故で亡くなった後でもしておくさ。ああ、通信じゃダメなのか。死生観も命の日時計も失って通信というわけにもいくまい。物資の補給も受けなくてはならんしな。補給後に命の日時計が作られたらその時はその時だ。いいのかよそれで。私たちのことは気にするな。君たちは君たちの望む道を進め、一期一会だ。エセル、ノア、これからの君たちに一つ忠告しておく。執政官は君たちを抹殺しようとしていた。ならばこの先コロニーとの戦闘は避けられないだろう。いいか、可能な限り接触するな。ケベス、アグヌス、いずれのコロニーともだ。でもコロニー4のように日時計の縛りがなくなればみんな解放されるんじゃないんですか。皆が皆私のような考えではないということだ。このコロニーにだって状況を受け入れきれていないものは未だ多い。あ、それ以上に厄介なのは、他のコロニーには好んで戦いをする者だっているということだ。無思慮な同情心や船舶な正義感は必要ないということか。うん、ああその通りだ。君たちが関与することで関わった者の運命は大きく変わる。その重さ知ってからでは遅いかもしれん。運命の重さとはいえ、かかる火の粉は振り払わなければならない。どうにもならない時は諦めろ。最善を考え、
全力を尽くせ。実りある旅路になることを祈っている。ウロボロスか。私たちもあそこにいることができれば。